んどうもこんにちは、ゆのです。今回はですね、こちら、じゃん、鉄血のオルフェンズの、ガンダムグシオンを作っていきたいと思います。オルフェンズもめちゃめちゃ好きで、その中でもグシオンに乗ってるのがね、アキヒロというキャラクターが乗ってるんですけど、一番好きなキャラなんで、めちゃめちゃハイしてます。それではですね、早速作っていこうと思います。行ってみましょう。はい、早速作っていこうと思います。なんか初めての撮影なんでね、ちょいちょい手元映ってないところあるんですけど、それは本当にごめんなさい。今回は、とりあえず初ということで、ガンダムグシオンリメイクを作ってますんで、このね、アキヒロ・アルトランドくんが乗ってる機体なんですけど、この子がね、とにかくめちゃめちゃ好きなんですよ。なんで、ちょっと今回は、前半でこのアキヒロヒーではこのオルフェンズについて話して、後半で私のね、このガンプラの作り始めたきっかけとか、なんかそういうことについて話そうかなと思います。いや、尺足りるかな。ちょっと愛がね、愛が溢れちゃうから、ちょ、尺足りるように頑張って喋っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。このね、アキヒロなんだけど、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズっていうシリーズので、このね、また、今回せっかくの初投稿ということで、やっぱ一番好きなキャラが乗ってる機体を作ろうかなということで、今回このガンダムグシオンリメイクっていうのを作ってみました。このね、アキヒロくんがね、なんていうのかな、ちょっと不愛想な感じというか、不器用な感じかな。ガチムチアキヒロとかって言われるんですけど、こう公式でそのアニメの中で言われてるシーンがあって、もう本当にもうめちゃめちゃマッチョくんなんですけど、もうなんかね、堅物で不器用で、もうなんか戦うことしか知らないんですけど、でもこうみんなを思う気持ちもありつつ、でまたそのなんていうの、最初はなんていうの、いわゆる奴隷みたいな感じなんですよ。なんですけど、それがね、こう仲間にこう心を開いていく姿というか、そういうのがね、もうめちゃめちゃね、こう心にくる熱い男なんです、アキヒロ・アルトランドくん。でまたその作中に結構奴隷の子たちが何人か出てくるんですけど、その子たちにね、このアルトランドっていう名字を、そう、名字がない子が結構多くて、そう、だからアルトランドっていうことね、名字をね、みんなにあげたりするんですよ。あー、もう泣ける、熱いいや、マジでオルフェンズ見たことないっていう人がいたらね、ぜひ見てほしいですね。うん、なんかもう本当にそういう、なんかこう熱くなるというか、結構脳筋キャラなんで、ガチムチアキヒロなんでね、脳筋キャラなんで、結構なんかぶん殴るみたいなタイプの、時間さえあれば筋トレ筋トレみたいなタイプなんですけど、こう作中でね、めちゃめちゃ可愛い女の子とキャラになったりとか、またね、その子にこうギューってしてやるんだからみたいなことを言われた時にね、なんで首絞められるんだみたいなことを言ってるシーンがあったりとかして、いや可愛いかよっていう、そのね、わかるかな、この不器用な感じというか、それがね、もうめちゃめちゃ可愛くて、でかっこよくて、もう最高なんですね。でまたほら、ガンダムっていうと、こうガンダムの機体ってやっぱその白色のボディに、赤とか青とか黄色とかのパステルカラーがアクセントっていう機体がすごく多いじゃないですか。でもね、このアキヒロの機体はすごい渋い色してて、またそこが結構好きなんですけど、やっぱその派手キラキラみたいなのが好きなタイプではないというか、その堅物真面目な感じがすごい出てる機体かなって思って、私はすごく好きですね。このあとアキヒロがこのグシオンリメイクの次に乗る機体に、ガンダムグシオンリメイクフルシティっていうのがあるんで、それもそのうち作りたいなと思ってるんですけど、もううちにもうすでに1台いるんでそうなんですよ。だからそのうちかなって思っても、とりあえず今回はね、せっかくの初投稿なので、ガンダムグシオンリメイクの方を作っていきました。いや、本当に見たことない人は涙なしには見れない作品なんでね、ぜひ本当に鉄血のオルフェンズは見てほしい。どうだろう、でもハッピーエンド好きにはちょっと辛い最後かもしれない。でも本当に泣けるから見てほしいですね。うん、マジで
めちゃめちゃおすすめの作品です。あ、聞いとく。好きだな本当に好き。でも私メカ、なんかそのロボットが好きというかは、昔から機械が好きで、このね、アキヒロ機体のね、この腕が4本、後ろに2本追加であって4本ついてるんですけど、またそこの機構部分がね、こうガンプラ作ってて、めちゃめちゃ感動するんですよ。うわ、そこそういう風に腕収まってるんだみたいなうわ、ここ、こう開くんだみたいなね、こう感動が作ってて、やばい。本当にガンプラってよくできてますよね。感動するな。そう、なんかここからちょっとガンプラについてね、話していこうかなって思うんですけど、さっきもちょっとお話しした通り、初めて作ったのがガンダムブシュンリベイクフルシティっていう、まあ、今作ってる映像の作ってるものの、次にアキヒロが乗った機体になってて、でまた色、カラーリングの感じとか腕が4本あるのも一緒なんだけど、なんか使ってる武器とかが違ったり、あとちょっともうちょいごつい、いかつい感じになってます。でね、それがだから、まあ、うちにはあるんだけど、本当に初めて作った作品だからバリすら取れてなくてなんかもう本当にただ組んだだけみたいな感じの子だから、なんかそのうち作り直してあげたいなとは思ってるんですけど、いやもうそれを、まあ、初めて作った時は、そう、別にガンダムもガンプラも好きじゃなくて、ただなんかその元々なんか絵描いたりとか、プラモじゃないけどジオラマ作ったりとか、工作好きだし、まあ、ネイルとかも自分で塗るのが好きで、サロンって一回も行ったことないんですけど、そういうなんか細々した作業を作ったりとか、そういうのが好きだったから、ガンプラ絶対好きだよなと思いながらでもガンダム知らないしなって言って、まあ作ってなかったんですね。でたまたま知人が、ガンダム作りたいんだよね、でも作ったやついらないんだよねみたいな話をしてた時に、じゃあこれ作ってよって言って勧めてもらったのがガンダムクシオリベイクフルシティなんですけど、まあほんとさっきも言った通り、機構部分に感動しちゃって、ガンプラってこんな精巧に作られてるんだみたいな、この肩も動く、肘も動く、手首も動くのねみたいなこの腰の部分動くんだとか言って、もう感動感動よ。でまたね、ハサミが変形したりとか、腕4本になったりとか、もう本当に感動しかなくて、私大学が機械科、ゴリゴリの理系なんですけど、機械系の学科に通ってまして、もう卒業したんですけど、そのもともとそういうのも好きなんですよね、機械。もうなんかネジとか歯車とか綺麗に噛み合ってるの見ると感動しちゃうっていう、気持ち悪い性癖の持ち主なんですけど、なんかもう本当に初めてこのガンプラ作った時も、もうなんかただの素組みだし超綺麗にしてるわけじゃないんですけど、やっぱすごいちゃんと作られてるというか、さすがだなっていう感じで、そのはめる時にパチンってなるじゃないですか、あれがもう気持ちよくて、あーもうこれハマったわ、ガンプラでまとまんねーって言ってで気がついたら塗装キット買ってましたね最初はなんかね、やっぱヤスリ買うとかその程度だったんですけど、なんか徐々に徐々に、まだこのちっちゃいサイズのしか作ったこと私ないんですけど、このちっちゃいサイズでもやっぱりその掘り始めるとどんどん時間かかるようになってきますね。もうね、徐々に徐々に所要時間が伸びていって、休みの日はもうガンプラ作ってるみたいななんか出かけて電気屋行ったら塗装用品見るみたいなもうなんかそういう日々にねなってきちゃいました。はまらないわけがなかった。楽しすぎたんだな、ガンプラ作るのが。だからね、ちょっと今回ね、本当にただただ好きなことしてるのを垂れ流してるだけなんですけど、もう、ね、この私のめちゃめちゃ楽しんでるよっていう気持ちがね、伝わってればいいなと思いますね。うん、なんかこう手元だけの映像で何言ってんだお前って感じではあるんですけどでも本当にめちゃめちゃ楽しんでやってます。はい、こんなに楽しいことないよ。ガンプラ作るのって楽しいね。
細かい作業が苦手な人とかだと作るの好きじゃないのかもしれないけど、でもどうなんだろう、私結構単調作業とかは苦手な方なんですけど、でもなんだろう、これってあんまり単調作業じゃないというか、ここはこういう風に力を入れてとか、ここはこのヤスリこういう風にかけようかなとか考えてるから全然単調じゃなくてめちゃめちゃ楽しい。とにかく飽きないなって私は思ってるかな、いやもう本当にさ、このこれ今作ってるんですけど、これこの肩の部分、あの腕4本の腕よ、これがねやばいんだわ。もうね、やすってるのにね、あここ、こうなるんだって言いながらねテンション上がってます、この時。伝わらないだろうな、伝わらないだろうけど、伝わる、この気持ち、愛。本当に楽しいね、ガンプラってね。何が楽しいんだろう、凝り性の人はまずハマると思う。ゲームとか、私ゲームもめっちゃするんですけど、ゲームもなんかそう収集要素とかそういうの集めたくなる人とか、そのレベル全部上げたくなる人とか、なんかそういうコンプリートみたいなのにこう凝りたくなる人、上があるなら上までやりたいみたいなタイプの人は多分そのやろうと思えばいくらでもやることがある。私も全然まだまだなんですけど、やろうと思えばいくらでもやることがあるから本当にハマると思うな。なんかな、これもね最初はたださ、そのニッパーで切っただけで組んでたのが、そのニッパーの切り跡が気になってきてヤスリかけるようになって、でその切り跡だけじゃなくてもっと滑らかにしたくなって、あのね600番、800番、1000番みたいなヤスリをこう順番にかけるって言って、でなんか削りすぎが気になるなとか言ってね、あの接着剤とかさ、あのパテ埋めとか買うようになって、なんか表面滑らかにしたんだからもう塗らなきゃってなってね、塗装キット買っちゃうようになりますよね。やっぱ凝り性の人はハマると思う。あとなんかその物作ったりするの好きな人かな。私やっぱ昔から図工とか大好きだったんで、図工、美術ずっと好きだったから、もうねやってて飽きない、延々にできると思う。さあここで、長かったヤスリがけが終わって組み立ててますね。この動画もあとちょっとになりますが、まあ少しでもね私のこの秋広への愛とガンプラへの愛が伝わってたらいいなと思います。なんか騙されたと思ってね、なんか作ったりとかこまごましたもの好きだったら、あのガンダム知らなくてもとりあえず作ってみてほしい、そしたらハマって、で私もそうなんですけど、ガンプラ作ったからなんか愛着湧くじゃないですか、自分で作ったものって愛着湧くんですよ私は。で愛着湧いて、あガンダム見ようってなって見たらもうドハマり。みんなこのルートたどれるから、ぜひね皆さん作ってみてほしいです。おすすめはあのガンダムグシオンリメイクフルシティです。ぜひ、作ってみてください。足作ってるね今ね、このちょっとずつ出来上がっていく感じ良くない、この組み立ての工程、こう見てて自分で編集しててめっちゃ面白いなって思っちゃった。ちゃんと手元映ってるしね、ここね珍しく。ガンダムシリーズの中でもオルフェンズってちょっと特殊というか、ちょっと珍しい感じ、こんなに暗い話ないというかなんですけど、それがまたそのガンダムちょっとなロボでしょみたいな人も絶対ハマれる作品になってるから、なんていうのかな、ガンダム敬遠してる人にこそ見てほしい作品ですね。これは本当に面白い。ぜひね、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ見てみてください。なんかステファンみたいになってきちゃった。本気でおすすめしてます。でね、一緒に秋広、一番好きなキャラは秋広、キャッキャってしましょう。あとあの止まるんじゃねえぞって一緒にあの言いたくなってください。はい、というわけでついに完成しました。イエイ、ガンダムグシオンリメイクでございます。素組みでもめちゃめちゃかっこいい。このね盾みたいなやつかっちょいいし、腕4本です。かっこいいですね。素組みでもめちゃめちゃかっこいいんですけど、前塗装の動画上げる予定なので、ぜひそちらも皆さん
見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。